だデルタ株についても従来の患者には味覚や、嗅覚の障害が認められたけれども、うん、デルタ株にはそれはなくと、うん、咳も少ないと、うん、頭痛や鼻水が始まる点では普通のインフルエンザに近いというふうに言ってますから、うん、軽症なはずなんですよね、デルタの方が、まあ、イギリスはそう見てやってるわけですから、うんうん、はい、もうちょっと異常なバッシングですよ。そうなんだよ、はい、そのワクチンがねちょっとその自治体に届かなかったかとか言うとね、はい、もうそれを非難するんだけど、はい、それだってね、うん、現時点で全ての自治体の住民台帳に登録されている人数かける2回分のワクチンはすでに発送済みですと、うん、届いているかは分かりませんが発送はしているとこう言ってんだよ、はい、だけどそこでどっかで滞ってんだけど、まあ、それはさ、うん、その責任までね、はい、上げつられるわけだから、はい、これ大変たまんないですよね、これね。多分あの自治体に反ワクチンの連中がいて、うん、なんかプラグ抜いてるやつもいるっていう話じゃないですか。 あとその多分どっかにね、うん、隠してんじゃないかなと思うんですよねいやちょっとおかしいですよ。おかしいんだよね。河野大臣は1ヶ月前までめちゃくちゃ自信満々で全員分あるし、余るほどあるって言って、どんどん予約してくださいって言って職域接種の話をしてたわけですから、その分がなくなってるっていうのは、まあでも政府だけの責任じゃなくて、それでまた そこをね、はい、その新聞とかなんかそのいたけたかに責めるんだけどさ、はい、自治体の中でなんかがめてるやつがいるとか、うん、なんかあの隠してるやつとか、うん、まあなんかあるんだと思いますけどね。そうだよ。あ、なんかかっこいいのが警察に捜査させないとって、そう、警察にも捜査させた方がいいと思いますよ、うん、本当に誰が持っててどうなってんだっていうね、うん、現状。そうだね、はい、大規模接種センターなんか僕はあの一昨日かな6時にやったんですけど、はい、もうえらいわ、朝8時からやってんだよ、夜8時まで。あ、はいはい、ね、大変ですよね。大変ですよあの仕事、はい、だけどもうものすごいテキパキしてるし、うん、システムもちゃんとしてるしね、はい、そういうとこ少しは評価しろよと、うん、医師会のあの小さい病院に配ったのが失敗じゃないかなという気がしますけどね。あのもうあれで把握できなくなってんじゃないかなと思いますけどね。あのそれひどいよな。この身長本当にね、はい、偉いよこれ、うんうん、文春で、はい、中川のことをやってますけど、医師会長、はい、そうですね、コロナ検査拡大をサボタージュ、感染抑止には検査体制の拡大が不可欠、ところが日本医師会の中川俊夫会長の協力が得られない、うん、政府が急いだのが抗原検査の簡易キットの活用拡充、鼻などから採取した検体に処理液を混ぜてキットに垂らせば15分から30分で結果が分かると。ただこれまでは医療機関でしか買えなかった、うん、それを5月の中に政府分科会がネット活用、キット活用を提言、政府は6月から医療機関だけでなく企業などでも購入検査できるよう規制緩和を水面下で進めていたと、うん、ただ医師会の内諾を得られなかった。医療政策で医師会の協力を仰ぐ場面が多いため厚労省は医師会に事前に了解を取ることが慣例、うん、キットも6月22日の医師会の役員会で了解を得るつもりでした。しかし副会長一家の了解は得れたものの、肝心の中川会長からちょっと待ってとストップがかかったと。最悪ですね、なんだこれ中川慌てて内閣官房の審議官がご説明に伺いたいと中川氏にアポ入れを。こんなの立場が逆じゃないかと思うんですよ。なんで中川会長にさ、いやそうですよ、アポ入れを申し出たのが忙しいとの返答のまま数日が経過した。中川氏のサボタージュに豪雨に遭した内閣官房と厚労省は中川氏の了解を得ないまま6月25日きっと規制緩和の事務連絡を都道府県に出したと、うん、内閣官房と厚労省の担当者に事実関係を尋ねると、理由は不明ですが医師会との調整に時間がかかってしまったのは事実です。企業が検査できるようになればキットを独占的に使えた開業医の検査料収入が減ると。ああなるほど、やっぱりだからじゃないかとこう言ってるんですけどね、はい、うん、まあ医者を増やさないといけないって話の時も、うん、医者を増やすと、うん、医師会の会員の病院が儲からなくなるから、うん、医者を増やすことも反対したのは医師会ですからね、うん、だから既得権なんですよね。この間歯科医師会のね、はい、会長の高橋会長のお話を聞いたんだけど、はい、要するにその
歯科医師の、注射にね、はい、あの反対してたわけですよ、はい、そうですよね、医師会は、そうそうそう、医師会反対です、結局その、はい、注射でお金になるからね、はい、それをその歯科医師会にやらせたくないわけですよ、はい、そうですね、だからね、とんでもないんだよね、これね、はい、で歯科医師はね、注射打ってるわけ、はい、歯に、いや、もうめちゃくちゃ打ちますよね、慣れてるんですよ、だから特に難しいと思いますよ、歯の方が、そう、いや、それとね、はい、まあ、こういうのはあれなんだけど、アナフィラキシーもね、はい、歯科医で結構起こるんだって、あ、そうです、歯の治療の時、あ、はいはいはい、注射したり、注射して、うん、はい、それで、だからその対応も慣れてるんだって。なるほど、だからね、はい、歯科医師の方がいいんだと、はい、そういう意味ではめちゃくちゃここ敏感ですからね、うん、もう言ってましたよ、腫れますし、はい、だからそれも邪魔してる、してたわけでしょ、そうですね、中君がね、うん、手伝いはいいけど、うん、打たせないっていう方でしたね、そうそう、はい、でそのなぜね、はい、その医師が必要とされるかと、そのなんていうか、大規模接種センターなんかでも必ず医師が必要なわけです、はい、何やるかって言ったらさ、問診やるわけ、はいはいはい、ね、うん、そのためにどうしても医師がいるんだと、はい、言って医師を必要としてるわけ、はい、だけどね、問診ね、うん、紙に書くんだよ、はい、なんか、あ、僕もやりましたか、ありましたかとか、はい、ね、はい、それを医師と言ってさ、はい、見てさ、はい、あ、そうですか、なんとかですかってさ、はいって言ったら終わりだよ、そうです、問診も減ったくもないんだね、書くは紙見れば分かるんだから、誰でもいいんだね、あれは、そうです、うん、もうチェックしてる場所が正しければ、うん、それでいいだけで、そうなんだよ全然あれね、いらないんだよ、今体調悪いですかっていうところに、そうそう、悪いって書いたら、そうそうそう、止められるっていうだけで、そうそうそう、だって1分ですもん、体調悪いですかって言って悪いやつ来ないだろ、そう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 多分な、でパッと出して、うん、間違ったところにチェックボックスになかければ、うん、あ、じゃあどうぞっていうだけですか、あれは事実に問診じゃないです、あれ何問診でも何でもないよね、誓、はい、約書ですよ、ね、ただこの紙のさ、はい、あれを書式を見るだけで書いてある、はい、そうです、あれは、ね、誰でもできるんだ、そう、単なる誓約書ですよ、本当だ、はい、どういんだよこれ自分はこういう状態で、うん、ワクチンのリスクを受け付けますっていうだけのものですから、うん、そうなんだ、いらないですよ、いらないよね、あれね、本当になんか早い時は10秒ぐらいですよ、そうそう、10秒ぐらいパーッと見て、はい、どうぞってすぐで、ちょっと質問される時はたまにあるんですけど、うん、そういう人でも1分ですよ、うん、全部問診どころじゃないですよあれ、はい、全然、はい、だから医者にやらせる必要もほとんどないですよね、うん、で何かあったら本当に医者に回せばいいだけで、普通にもうバイトの人間とかもで全然回るレベルですよ、はい、そうなんだ、こんなんで金取るなと思いますよね、そう、医者が問診全然意味ないなと思ってね、はい、あれはね、はい、実際受けてね、そうです、何の医師会がめちゃくちゃ交渉したからか知らないですけど、ね、自衛隊の方はめちゃくちゃ安い金で日当でやって、医師会は何万円ももらえるっていう、そうですよ、枠で、どうしても医師が必要だってんで、はい、北海道の病院ではね、はい、1日17万円出してさ、そうそう、これで、はい、この応募がすごいんだよ、そう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 ですよね本当ですよ、さくたさよ、はい、接種費用の単価は接種1回あたり2070円、はい、時間外や休日にかさまるほか、接種回数が多い医療機関には1回あたり2000円から3000円を追加で支払うと、さらに医師や看護師を時間外や休日に集団接種会場に派遣する医療機関には1時間あたり医師1人に7500円、うん、看護師など1人に2760円を支払う、うん、いずれも医療従事者が直接手にする金額とは異なるが、直接接種には多額の人件費がかかってるんだ、うん、で医師が確保できなければ予診はできないと、うん、ね、はい、そうなればワクチン確保できても接種ができない、うん、だから医師が必要だ、はい、でも今言ったようにその、うん、何その予診はさ、はい、全く形式的なもんでさ、形式的なもんで、誰でもできるですよ、はっきり言って、はいはい、ところだからね、高額の報酬を提示して募集する自治体や医療機関が出現している、うん、北海道釧路市は日給17万5千円と医療従事者向けの求人サイトに明記して医師を募集したと、うん、なぜかというと、かつて市内にあった炭鉱が閉山し、基幹産業の水産業の不振も続いたせいで人口の流出が止まらず、開業医が少なくなっています。地元医師会の協力を得て医師の確保に努めました、が、6月20日に開設した大規模接種会場の平日分を担ってくれる医師を確保できそうになかったのです、うん、医師がやらねえんだ、はい、だから6月21日から7月2日の10日間1日10万円、
10日間やったら170万円ですよ。そう。まあ、日給17万5000円ですよ。とんでもないですよこれ、はい、これであの応募が殺到したってんだからな、信じがたいねこれね、全国から多数の応募がありました。採用した医師73人の半数は首都圏など道外からお越しいただきました、ね、そういうところにはまたね、はい、里井というかね、そうですね、うん、いやだってボロ稼ぎですからね。そうです、自分一人で行って、うん、ね、1ヶ月やればめちゃくちゃな金ですよ。そう、はい、でなんでその釧路氏がやったかというと、接種にかかる医師の日給が平均10万円を超すと、うん、その、はい、M3 キャリアっていう医療人材紹介大手に相談したらですね、はい、そう言われてね、はい、平均10万円を超すと言われたんで、じゃあっていうんで17万5千円にしたわけですけどね、うん、そうですね、うん、ひどいよこれ、くだらないですね、うん、もう本当にやっぱ規制緩和、これあのアメリカとイギリスとかは、うん、あのまあ、薬剤師だって言ったわけですから、誰もできる、そこまで落とさないと、うん、こういうあの不平等ですよね、うん、あのこういうその医者は確かになるのは大変だし、すごいあの貴重な存在なんですけど、こういうことに使うもんじゃないと思うんですよね、うんうんうん、大阪市北区の太陽寺町町、太陽寺町谷口院を置いたのも谷口康院長、私は6、7月中院を休診にしている木曜日、日曜日、祝日のほとんどをワクチンの接種に使う予定にしていました、うん、医師会から届いた調査票にもその旨を記して提出し、集団接種会場に出向くつもりでいました、うん、しかし6月にお呼びがかかったのは1日だけ、うん、7月も6日間だけです、うん、打ち手が不足する現場もある中、なぜ谷口の出番が少ないのか、うん、そうするとですね、集団接種会場で接種に携わる現役の医師や看護師は通常業務がない日を選びますと、となれば医療機関が休診することが多い土日に手を挙げる人が多くなり、平日は少なくなりがち、うん、その結果医療従事者が多い大都市圏では接種に協力したいのに希望がかなわないミスマッチが起きている、はい、うん、まあそうですね、この人なんか木曜日も言ってんだからね、うん、そう、うん、そういうふうにそういうちゃんとした医師もいるんですけど、はい、こういうその17万円出したらその殺到してる多数の応募があった、はい、っていうからな、はい、しかも73人採用したって言うんでしょ、はい、73人かける170万円ですよ、とんでもないですよね、駆除にとっては大変な支出だ、はい、これ2ヶ月ぐらいはやるわけじゃないですか、うん、ずっとこんなの許せないねだってこれ ね、 ね、あの3週間後にもう1回打ったりとかするわけですから、多分2ヶ月ぐらいでやるわけですよね、まあ、そうだよね、余震なんか何でもない、はい、いやもうあれは形式だけだ、はい、うん、誓約書と思った方がいいですよ、うん、